皆さんこんにちは、マットです。冒頭のね、あの渋谷のスクランブル交差点の部分のみなんですけど、あのカット3カット4カットぐらいは全部この iPhone X で収録したんですよ。 iPhone X のみであの結構なハイクオリティを出せる。やっぱ最近のね、スマートフォンは写真だけじゃなくて動画のクオリティも結構すごいなぁと感じてるんですけどね。っていうことでね、以前ね、このスマホを使って動画のクオリティを少し上げようっていうコンセプトのもと、ジウンのスムース Q っていうジンバルをご紹介しましたけど、今回ね、あのそのジンバルの同じジウンメーカーからスムース4というジンバルが発売されまして、そのジンバルがね、結構ねすごいなと思ったんで、あのレビュー動画を作ろうかなと思いました。ということで、こちらですね、こちらがジウン社のスムース4です。スムース Q は割とシンプルな構成だったんですけどね、結構こうやって見ていくとごつくなった感じしますよね。この辺とか特にガチャガチャして、でジウン社のジウンって書いてあってっていう印象なんですけど、先にね、大枠な結論から言ってしまいますけど、あのジンバルのヌルヌル感ありますよね。ジンバルの安定性から考えてしまうと、さほどやっぱね、どのメーカーもそうだと思うんですけど、どのメーカーもどの機種ももはやね、すごく安定するんでね、違いはねないんですよ。じゃあなぜこのスムース4ですね、スムース4をいいなって僕が思ったかと言いますとですね、あの結構ね、この辺のボタン見ればわかるんですけど、利便性と機能面でかなりね使いやすくなって、ハイクオリティな動画を気軽に撮れるようになったなっていう、まあ第一印象だったので、これ結構すごいなと思って、でね、あの最近のスマホはすごいねハイクオリティで動画を撮れますから、 iPhone X なんか 4K60fps とかで撮れますからね。多分 YouTube 側が対応してないんじゃないかな、まだなんですけど、あのこういったねジンバル一つで本当に動画のクオリティを簡単にポーンって上げられますから、で結構ね多機能なんですよね。だからちょっとね、全部紹介してるとすごく長くなってしまいますので、僕がね特にねすごいなって思った点においてちょっとフォーカスして紹介して いこうかなと思います。ちょっとね、このセッティングに行く前に一ついいなと思った点が、まあ従来型のジンバルと一緒で三脚穴がそこにありまして、で今立ってましたけど、ポンって置くと結構こうですね、倒れるんですよね、やっぱり。だから完全に安定している状態ではないんですよ、この状態。そこでね、すごくね嬉しかったのがね、あの付属品で最初からこのミニ三脚がついてるんですよ。これいいなと思いまして、このミニ三脚を三脚穴にセッティングしてあげて、で広げてあげる、広げてあげるとこのジンバルのね安定感が半端なくなりますね。でスマホをセッティングしていこうと思うんですけど、スマホカバーはね外した方がいいです。ジンバルにおいては結構ね、スマホカバーによってはすごくねはまらなかったりしますね、こういうので。今縦置きになっちゃってますね。なので横置きにした時にちゃんと水平を保つようにここでちょっと調整します。まあだいたいね水平を保つ、まあこの辺はねもうジンバルおなじみのセッティングなんですけどね、大雑把で全然大丈夫です。で電源ボタンがこれですね。電源ボタンを押します。長押しです。そうすると水平になりましたね。そしたらね、従来のジンバルのようにこういった使い方ができるわけですよ。初期設定だとパンフォローモードですね、首が一緒にこうついてきます。
まあ、実際にねパンフォローモードで歩いてみるとやっぱ冒頭でも言ったんですけど、ジンバルの安定性はほとんどもう差異はないって言っても過言じゃないぐらいですね。もう今のジンバルはどのメーカーの機種もすごく安定しまして、パンフォローモードでね歩いた時の映像はすごくね安定性があるんですけど、 PF って書いてあるこのモードを下にやると今度ね固定されるんですよ。パンフォローが1点固定になるので横に向けても同じところを向いてるんですよ。こうやってもこうやっても全部最初のセッティングしたところのアングルを固定してくれてるんですよ。なのでこれですごくできるのがこういう風に、まあ、スライダー的によくあるこういう感じの絵がスマホで気軽に撮れちゃう。あんなごっついスライダーを持ち歩かなくてもスライダー的な、ね、演出のカットが気軽に遂げる。これねすごいんですよ。これ地味にねすごいのがこうやってやるとスリープモードになるんですよ。縦置きにするとジンバルのスリープモードになって、ちょっとねこういう風に撮影中にやべ電話来たとか携帯いじってメールとか打ちたいなってなった時はこうすることでスリープモードになる。これもね地味に便利なんですよ。で順番が前後しましたけど、ここでジムのねこのカメラを制御する用のアプリがありまして、これで制御してきます。でね、このアプリなんですけどね、でスマートフォンの Bluetooth と連動してつながれば結構ねいろんなことができまして、ちょろっとね見ていくと、でここのねメニューボタンですね、メニューボタンで結構いろんなことができまして、であれですね、セルフタイマーも設定できて、これはまたすごいなと思ったんですけど、ホワイトバランスを設定できるんですよ。これはねすごいですよね。編集いらずになっちゃいますもんね。で iPhone って結構ね動画の解像度を変えるのがめんどくさいんですけど、これはねスマートフォンのこのアプリだけで完結できるんで、すごくいいなと思います。あとねこれもねすごいんですけど、 4K のね解像度だと書いてありますがフィルター使用できないんですけど、色合いをねノー編集で変えられるっていう、これがねすごいんですよ。あとこのモードですね、これすごいなと思った。直訳されてますね、移動低速度撮影モーションタイムラプスって書いてくれれば分かりやすいのに要はジンバルが動いてくれるんですよ。これでまずスタート地点の場所で写真を1枚撮ります。でジンバルを動かして終わる地点、終着地点で写真をもう1枚撮る。でまあいろんな設定ができるんですけど、とりあえずね一番短い設定で、でねこのアプリでねスタートすると勝手にジンバルがこう動き出しまして、こういう風にタイムラプス動画を撮ってくれるんですよ。しかもモーションタイムラプスですから、これなかなかできないですよね。しかもこれ気軽にこれができちゃうっていうのが結構ねすごいことなんじゃないかなと思ってまして、最初ねこのモードをね知った時にねすげえ感動したんですよ。うわ映像の表現の幅広がるわみたいな。このねモーションタイムラプスめっちゃすごいっす。これはね面白いっす。でここのねくるくるなんやねってなるじゃないですか。ここのくるくるこれをね回してあげるとねiPhone でフォーカスが送れるんですよ。だから iPhone でフォーカスが送れるっていうのはすごくねああすげえって思ったポイントなんですけど、なのでフォーカスを送れることによって、で例えばこれをロックモードにしてフォーカスを送りながらこういう風にスライダーみたいな映像を撮影することができるっていう、これがねすごいやっぱりでさらにねここのボタンですね、左下のこのボタンを1回押してあげて、光ってる状態でこの横のくるくるを回してあげると、今度はじゃあズームができるんですよ。これすげえ。だからズームができるプラスジンバルでヌルヌルして安定してるので、例えばこの飛行機とか物を追っかけて、でズームして、でまたズームアウトするとか、動きながらのズーミング、これがね気軽にできるようになりますね。これもすごいんですけど、僕がやべえこれできるじゃんって思っちゃったのが、ドリーズームができるんですよ。まあなんちゃってドリーズームなんですけど、ドリーズームっていうのは撮影する対象物は固定で、背景だけグワーンって動いてる、目の錯覚かなってなるような、ちょっと気持ち悪いなってなる映画とかドラマでよくね印象付けたいシーンで使われる技法なんですけど、まあなんちゃってレベルですけどね、なんちゃってドリーズームがプロ仕様の機材がなくてもこのスマートフォンとジンバルだけで完結できる、これがねすごいんですよ。はい、ということで
ジウンのスムース4のレビューでしたけど、まあ僕がねいいなって思った機能にフォーカスして今回はレビュー動画を作りましたけど、これ一つ持ってるだけで動画のクオリティを上げることができるので、1台そこまで高くないですしね、持っていてもいいんじゃないかなと思ったギアでした。まあ、詳細のねリンク欄を動画の説明欄に貼っときますので、よかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。